2001年以来10年近くランボルギーニのフラッグシップの地位を務めてきたムルシエラゴ。その後継として2011年のジュネーブ賞でデビューしたのがこのアベンタドールだ。ランボルギーニのトップモデルの象徴、跳ね上げ式のシザーズドアを継承し、シルエットもムルシエラゴと大きく変わらないため、車の成り立ちもさほど大きな変化はないように感じられる。しかしその中身は全て新開発、しかも驚くほどの進化を遂げていた。従来の交換スペースフレームの代わりにカーボンモノコックと前後アルミ製サブフレーム、そしてボディーパーツのほとんどをカーボンとアルミで構成することで、ムルシエラゴより実におよそ100キロも減量。この種の車としてはかなり軽量な1575キロという完走重量を実現している。ミッドに搭載する新開発エンジンは 6.5 リットル V 型12気筒 DOHC48 バルブ、最高出力700馬力、最大トルク 70.4 キロのパワーを持つ。これをガヤルドの最新 E ギアより変速が 40% 速いシングルクラッチ式7速セミオートマチックと電子制御式の前後トルク配分機構を介して路面に伝達する。サスペンションは量産車としては世界初、レーシングカーそのものといえるプッシュロット式ダブルウィッシュボーンを採用。結果最高時速はムルシエラゴの時速342キロから350キロへ向上した。また時速100キロまでの到達時間もムルシエラゴよりも 0.3 秒向上の 2.9 秒へと進化した。さらに高速コーナーでの安定性は他に類を見ないほどである。環境性能が叫ばれる時代において、ハイパワーと高性能を突き詰めた究極のスーパースポーツとして称賛を集める一台である。